ちょうどジョルジア・オキーフのフォトグラフ、写真を撮ってたっていうので、それを特集したカタログなんですけれど、まあ、これがオキーフさんですね。で、絵で撮ってる、絵でも描いてますし、写真でも撮ってるっていうことで、そうですね。これですね。オキーフさんは非常にシワが美しいんですよね。シワが美しい女性って僕は憧れますけど、こうやってちょっと村上春樹的な骨とかも作ってて、あとは鼻も取ってらっしゃるっていう、まあそういう感じで、ちょっとどういう感じの人なのかっていうのがちょうど見せれたらなと思って取り上げました。あとはですね、ウーマンストリートフォトグラファーっていうので100人の現代女性写真家を取り上げたやつなんですけれど、まあ、本当に 女性に特化して写真をやっているっていう風な特集が組まれることもあるってことですね。あとはクリスチャン・ディオールの写真を撮ったブリジット・ニーランダーっていう人がいるんですけれど、ですね、まずニーランダーさん、この写真すごく有名で、 We should all be feminists っていう、みんなフェミニストになるべきだっていう写真が僕は印象的だったんですけど、あとはこういうですね、これ口紅なんですけど、鼻から唇が突出しているっていうもの、あとはまあここ鼻を、要するに女性と鼻とのつながりっていうことで、まあ、これも非常にめしべから炎が立っているっていうことで、まあ説明すると、言葉で説明すると単純なんですけど、女性と鼻の関連性っていうものも、それをどういうふうに捉えるかっていうところも含めて、非常にちょっと、ね、重すぎて真相なんですけど、こう言っていろいろ時代は変われど、やっぱり連関する部分があるっていうことをちょっとお伝えしました。以上です。So, what's happening in China now? Holy fucking shit, you guys! で、ちょうどこれ入ってきたんですけど、2022年、5月、ステッピングアウト、フィーメールアイデンティティーズインチャイニーズコンテンポラリーアートということで、2022年の5月13日から10月16日までノルウェーのリレハンメル美術館で行われた展示で、1960年から1994年生まれの中国に住んでいる27名のアーティスト、女性アーティストによる100点の作品を展示している展示のカタログです。で、これ今エッセイ書いてあって、本の構成としては、まあこういうのとかもありますけど、1960年生まれ、まあここに数字が書いてあるのが生まれで、ずっとこうやってクロノロジカルっていうか時系列的に追ってるんですけど、63年、64年、66年、多分1年に1人のペースで紹介するっていうやつですね。これとか僕全然知らない人ばっかりな、あ、この1978年のカオフェイさんは知ってますけど、これはセミナーでもご紹介しましたけど、あとほとんど知らない。チャイナの現代アートシーンが今経済の発展と伴って、プラスグローバル化の影響の増大で注目されてるんですけれど、
実際にそういう現代美術の国際的な認知が高まっているにもかかわらず、出版物とか国際展とかで中国人女性アーティストの露出が少ないと。でそれでこうやって25年ぶりの総合的な出版物って書いてあるんですけど、あまり海外で知られてない先駆的なアーティスト、若いアーティストを中心にこうやって展示をすると、それを含んだもので、中国の伝統プラス中国共産党の規制圧力の緊張した空気の中に、個人がその社会的な恐怖だったり矛盾だったり希望っていうものをつまびらかにし、アーティストとしてのアイデンティティを探求した作品に焦点を当てるという本です。気になったのがこれ、カオユウさんっていうのかな、カオユウさんとかの乳房からミルクが吹き出している、しぶきを上げて上に上がっているっていうのはすごく象徴的だったし、結構身体に中心焦点を当てたものが多いですね。まあ、エッセイもあるんですけれど、ここに紹介があったりして、まあ、今の中国の、そうですね、27名の女性アーティスト、1960年から94年までの人に焦点を当てたっていうので、結構貴重な本だと思います。あと、前回セミナーでシュバブスキーさんが、まあ、中国が現代アートの新しい歴史を作るだろうっていうところにフェミニズムの視点から、食い込んでくるっていうところも一つの見どころなのかなっていうふうに思います。出走って書いてあるんですよね。まあ、東大芸術中的女性身分ということで、まあ、本当に規制からある種の枠組みからの逸脱、ステッピングアウトしようっていうのを軽やかに歌ったカタログです。なんというか、もう少しじっくり見せたいんですけれど、こういう感じで、Female Identities in Chinese Contemporary Art ということで、中国の現代アートにおける女性のアイデンティティというものをご紹介いたしました。白纸能有什么攻击力啊？对呀，为啥说它白纸啊？你好，他是哪些？为啥说白纸？